はい、どうも、しがです。さあ、ということで今日はですね、思考停止船券ではないんですけども、同じような出目買いで、まあ以前やってた企画をちょっとやってみたいと思います。直まん券。まあ僕がね、直まくりをした時に、来やすい筋船券みたいなところで、2つパターンがあるんですけど、直まくりしてもですね、この3-2というところが来てしまうということですね。これ絶対抑えなきゃいけない。で、もう一つはですね、これ2-3っていう方が多発してるんですよ。まあ、いわゆるですね、2着の3っていうのがですね、直まくり決まった時に、なんか来にくいっていうのが、傾向的にあるんですよね。で、今回ですね、直ま案件ということで、2つの目を買っていきたいと思います。その目は、213、253という目を買っていきたいと思います。まあ、この出目買いを遊ぶ上で、抑えという形で213というのは買ってもいいかなって思ってるんですよね。まあ、なんなら2頭が来るときは、まあ、差しで残すということもあるんで、まあ、ラッキーパンチで回収するみたいなところも含めて、今日は直ま案件買っていきたいと思います。それでは買っていきましょう。さあ、今日ね、直ま案件で買っていきたい情報なんですけども、昼間の情報でやっていこうと思うんですけど、まず戸玉入れましょう。初日ですし。で、つも入れようかな。あとはね、まあ出走表を見た時にある程度1がもしかしたらまくられるんじゃないかという体制になった方が面白いと思うので、どうしようかな。宮島かな。宮島にしよう。なので、まあ2の後、まあ3の3着付け、1-5という形ですね。結構ね、4のね2着付けがなんか来づらいんじゃないかとも思ってますよね。そして3の3着が多いなって思うんですよ、最近は。さあ、これをね200円買っていきたいと思います。こちらも同じ1-5という形でね買っていきたいと思います。はい、ということでね、買ってきました。全部で72点となっております。さあ、ということで、はいはいはい、まあある程度いいオッズですね。まあでも1が1着じゃない時に一番来る出目の頭っていうのはやっぱ2なわけなんで、まあ直ま案件する上では、楽しいかなと思います。まあやっぱね、2号3のね爆発力はやっぱ違うな、213と違って。600倍とかあるし。あ、そうだ、入金しないと。はい、ということでね、全部ですね、14,400円ですね。はい、これ直ま案件でそのまま買っていきたいと思います。はい、ですね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 。はい、OK です。はい、14,400円。投票ゴン。はい、ということで入りました。はい、14,400円ですね。まあ、まくりを決まった内側が2着に残りやすいっていう傾向を考えた上で、まあ、この目が最近の直ま案件ではいいんじゃないかと考えました。2号3が刺されば爆撃。213が当たれば、まあ、抑えという形でね、差し回りもあると思うんで。それでは、夕方まで待ちたいと思います。さあ、ということでですね、ただいま16時40分ぐらいとなっておりまして、今から開封の儀していきたいと思います。今回に関しては、1着と2着まで見ていきたいと思います。そこでリーチがかかったら、3着っていうのはどれが来るかわからないということで、リプレイを見て楽しみたいと思います。そして、オッズは後からになりますね。さあ、早速行きましょう。で、一番最初にやろうと思ったのがですね、2。さあ、今回の目はですね、2頭の1-5の2着付けで3というね、とりあえず2がなければ話にならないので、そこをまずくぐり抜けるという、挑戦ですね。さあ、ということで1着見ていきましょう。縛っていくよ。はい、右の方に。一番最初にね、1着の色がふわっと見えてくるんで、もうすぐ。お、うわはい。いやちょっと直ま案件の方がやっぱ楽しいな。はい、ここボートレース2ですからね。はあ、これはちょっと期待持てるんじゃないかな。で、今回ですね、2着に関しては2手買っております。まあ1の抑え目、というところと、まああと5の荒れ目で、5が来たら激アツだと思うんで、さあ、のがついて、その後ですね、頼む、1か5。え？あ、終わった。さあ、ということで、全部見たいと思います。ゴー！あー！マジかー！ニサゴかー！え、これ直まくりじゃない？いや、これ直まくりでしょう。それか3がまくって、あ、まくり差しか。
あーなるほどね。でもねこれやっぱね4がね結構来にくいっていうのがあるんですよね。2が攻めても3が攻めたとしても。はい、というかちょっと悔しい結果になりました。まあまだ2つありますから、はい、もう行こう行こう、次。さあということで次は宮島です。まあ、とりあえずでも1着を通ればねなんだかんだ楽しいんで、さあ行きましょう。いや2はすぐ来る、そんなこんなで終わるわけがない。あっていうか最近俺絞るの下手だな。よしよしよし、とりあえず危ねえ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 。はい、ということでいいですね、調子いいですよ。さあ7レースと11レースゲットしました。2着です。リプレイまで行かしてくれ。1と5。いや来るっしょ来るっしょ来るっしょ。いきますよ、7と11 1、5。さあ来い、絞ります。時間番犬発動。さあ脳が見えてお願いしますよ、頼みます。あダメだ。あでもあこれはでもね下は大丈夫だ。7レースはねあの色が見えるんですけど下色が見えないでしょ、これ白だ。あ24か上は。はい、ということで11レースはねまあ直万家と言いながらもねこの2着をねあの買っとくと抑えにもなるのでまあいいでしょう。一応リーチかかったんでリプレイ見ましょう。ただ3着は3しかかかっておりません。4分の1を引けるかどうか。さあちょっとメンバーでねオッズが予想あーできるということなんですけど米田選手か引けんのか俺は。あ、上平選手さえミスってくれればなんと、あ、無理だ。遅れてる。いや、先前はあるな。これでも直まで1が残るタイプもありますからね。お、先前した。あー。微妙。とりあえずこれは2-1は勝つということだ。いや、微妙。あ、4内側に行ってくれたね。これ3の可能性あるでしょ。米田選手が3着付けだったら、このメンバーだったら、多分あ無理っぽいな。あ行ったか、あ無理だな、絶対無理じゃん。米田選手内側かけた方がいいんじゃないですか、回して刺すよりも。それは外側出さないのか。あ打ちすぎる、1が回してくれたらラッキーだけど、あ無理だこれ。あ外回ってくれた、無理はい、ということでダメでした。あーでも24のところも6か。さあこれで追い込まれたよ。さあ最後はね戸田です。まあボートレース戸田はね直まくりした時は3回再打ち差しすることが多いんで2がそのまままくりで決まることが多いです。さあ行きましょう、1着2です。確認しますよ、参ります。絞っていくよ、2だからね、頼むよ頼むよ頼む頼む。黒黒黒黒黒黒、うん、厳しい、1個、うわー絶望的だぜ。4レースに2 1個だけゲットですね、けど不安しかない。さあもう1と5が来なきゃ終わりです。いきます、2着来い。さあ「の」が出て同じ幅間の空白があったあと4レースですね。4レース頼む、1か5 5 1 5 1。よし、危ねえ抑えだけどとりあえず1ゲットだ。怖っ、この流れで3か。まあでもありえそうだけどオッズ低そうだね。見てもらったら1が1、2着にほぼほぼ来てるというね。いやー3であってほしいけど、まあ今日の1万円回収っていうのはまあちょっと厳しいかもしれませんけどね。まあまあいいでしょう。さあまた4分の1をリプレイで引けるかどうか見ましょう。そう行きたいと思います。ああいや低いなこれ、ちょっと待てよ、これ3と4のどっちかの可能性は高いかもしれないけど、いやーこれはでも2-1っていうのは変なオッズにはならないような気はするんですけど、20倍ぐらいですか。頼む、3しかないからお願いします。椎名選手怖え、
3歳、いや6も来てるね。まあもうこれも3分の1だね、実質上。頼む。あ、行ったかもしんない。あ、これはいけたかな。よし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 。ただこれね、1、2よりも絶対に1の方がつくでしょ。 OK、 これは3着いい位置じゃん、位置取り的には。外回りした方がいいんじゃないですか。外回った方がいいっすよ。追ってついてついてったら OK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 。 まだ分かんないけどいや大丈夫だな、多分大丈夫。これ21の方が、まあ12よりは、まあいいでしょうね。多分ニンニク買われるだろうから。いや、でもどうだろう。うん、宮下選手か。うん、いや、大丈夫なはず。あの、戸田はやっぱりセンター勢のまくりとかが、あの、A 級がいたわけだから、なんなら31とか41とかの売れてるはず。21の方は、オッズ的には安い可能性が高いと思うので、よし!これはゲットだね。さあ、ということで21さん、ゲットです。さあ、オッズはね、ちょっと確認したいと思います。はい、ということで、213当たりました。今回ですね、経費の方が14,400円かかっているので、まあ、8000円以上じゃないと、まあ、僕は今回に負けということですね。さあ、オッズ確認。4レース。3、2、1、ゴーゴーゴー。お、結構ついてる。意外についてた。はい、40倍。ありがとうございます。さあ、ちょっと的中の契約一覧をね、見ていきたいと思います。OK! 当たりましたね。はい。9,560円ということで、抑えという意味合いではいいんじゃないかな。さあ、今回がですね、投資がですね、14,400円で、回収の方が9,560円という形になりました。そもそも差しで決まってるので、直間案件とはと問いたくなるんですけども。まあ、ただ、出目買いをする場合は、なんか抑えっていう部分で一定を追加するのはいいんじゃないでしょうか。この出目はね、結構僕は使えると思ってるので、もう何回か、繰り返してね、やっていこうと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。シュガーでした。